ベルモンドを操っていたのは貴様だな。貴様がシャフトか。いかにも。我こそは暗黒神官シャフト。この世に破壊と混乱を導く者だ。なぜベルモンドを上司として祭り上げた？ヴァンパイアハンターは古来より聖なる力で邪悪を滅ぼしてきた。だが、ハンター同士が戦えば。ベルモンドの力は他を圧倒する。同じ性質の力なら、まず倒すことはできまい。その通り。奴を操り上司にすることで、儀式に邪魔なものを排除したの。だがそれもここまでのようだな。それはどうですかな。最後の生贄として何時の死すべき半身を捧げる。自分の肉体を捨てた者に、この世での居場所などない。貴様の好きな暗黒へ旅立つがいい。だが、我が野望は成就した。我が主、ドラキュラ伯爵よ。腐り切った世界に破壊と混沌を。ほう、誰かと思えば、久しいな、我が息子よ。できるなら会いたくはなかった。こうなった以上、ここから先に行かせるわけにはいかない。相も変わらず人間どもの味方をしておるのか。よもや、奴らがお前の母親にしたことを忘れたわけではあるまいな。忘れられるものか。だが母は人間への復讐を望んではいなかった。まだそんな世迷事を言うか。まあよい。今度こそ下賤な血を消し去り、我が眷属に加えてやろうぞ。母の名にかけて、ドラキュラ、再びあなたを倒す。あるべきところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。なぜだ。なぜ
私はこうも破れる。力とは、守るものがあってこそ限界を超えることができる。愛するものを失い、愛することをやめたとき、あなたはすでに負けていた。そうか。皮肉なものだ。力を求めるがゆえに失ったものが、私の敗因であるとはな。アルカードよ、教えてくれ。リサは最後に何と言ったのだ。人間を恨んではいけない。もし人間が許されない存在であるなら、自ら滅びの道を歩む。その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではないと。そして父上、あなたを永遠に愛していると。リサ、私は間違っていたのか。また何かご用ですかな。これについてだが、これについてだが、ありがとうございます。これについてだが、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまたのお越しを。
俺の足を引っ張ることは許さんからな。Thank you.
素晴らしい腕だ。今こそあなた様を我が主と認め力を貸しましょう。Come on.